ってるよ。あー、何この絵。大好きだ。オカルト部、イエイ。今回はホラーゲームをやりたいと思います。はい。いつも一緒にいるココモさんいないんですよ。ココモさんは首長族になる修行に出ました。修行して。今日やるゲームはですね、このスマホのゲームの無音というゲームですね。もうすごい音がやばい。こういう音が鳴ってて無音っていうね出てるわけですよ。もう私クソ怖いんですよ。これ最初にダウンロードして一回つけてみたんです、この画面を。もう怖い。不安なんですけどね、頑張っていきたいと思います。初めからやっていきます。えい。私は北島結衣。つい先日社会人になり上京して一人暮らしを始めたばかりだ。家に帰り先ほど購入した日本人形を早速寝室に飾ってみた。初めての一人暮らしもこれで少しは寂しさが和らぐのではないかと思った。もう夜も遅かったので私は電気を消して布団に入り、そのまますぐ眠りに落ちた。絶対にね、人形を持ってからない方がいいと思うんですよね。ここは一体どこ？私寝てたはずじゃん。これは夢？夢にしてはすごくリアルな気がする。普段見る夢とは全然違う。それになんだかこの家を調べなきゃいけない気がする。なぜだかわからないけど、すごい、もう気がするで調べていくんですね。さあやっていきます。玄関ですね。後ろを見るとあの引き戸のタイプの玄関があります。こう、じゃあ目の前のドア開けてみますか。なんていうの、障子かな、障子の音ビクともしない。ここは開かないよね。右の扉は開かない、左のドアも開かないのかな、開かないみたい。この部屋に行くのは諦めた方が良さそうね。ということでね、はい。あ、なんか重要事項説明書っていうのを手に入れました。おお、お、こけしが落ちた。こけしが落ちた。ちょっと携帯が連動して動くんでね、ちょっとめちゃめちゃドキッとするんですけど。おお、なんだ、絵が描いてますよ。これ女の子の絵と犬かな、犬の絵ですね。じゃあ目の前のドア入っていきます。入れないのかな、これは。あー、嫌な音がまた、もう入りたくないよ。で、段ボールとかあって、あ、鍵が落ちてる。アイテム、障子戸の鍵入手しました。やった。行こう。お、なんかある。写真、アーカイブ、家族写真を入手した。やったね。ちょっと後で見ていこう。はい。ちょっとここ、なんだ、何の音だ。金の音かな。段ボールがあって、あ、まがたまみたいなのゲットしましたね。はい。あ、なんかライトみたいなのがある。この辺りを照らしたいけどコードが届かないみたいだ。コードがあるんですかね。じゃあ近くに、ちょっとコード見つけに行きましょう。一応鍵持ってるから、その部屋のとこにあるのかな。足音、足音するよ。やだ、足音する。出るよ。あー、誰だよ。これタッチすればなんとか回避できるみたいです。住むか、住みたくないな。お、鍵が開いた。良きですね。なんか釘打つみたいな音しましたね。なんだろう、うん、光ってるよ。革の手帳を入手した。やったね。ここは開いたけど、わー、絶対これ謎解きだ。縦に3マス、横に4マス、これは無理だ。
飽きそうもないのでちょヒントを探しに行きたいと。あー今犬の声した。やだこれ戻りたくない。でもさっきの絵は多分分かったんです。あらやっぱそうだ。こう左、一番上が左から2番目で、2段目が右から一番右のやつで、3段目が左、一番左と右から2番目。キャビネットが開きました。やったね。クマのぬいぐるみ、絶対なんか入ってる。調べましょう。肩のあたりが破れかけている。お、延長コードをゲットしました。目覚ましが鳴ってるよ。ちょっとこれ玄関で目覚まし鳴っているとメッセージ表示された後に玄関にある目覚ましを調べると、さっきその倉庫の奥にあったライトがあったのでそこ見に行こうかな。この辺りを照らしたいけどコードが届かないみたいって言ってたから、さっきクマの中からゲットした血だらけになってるよ。とりあえずその延長コード使って調べていきましょう。このライトたち、延長コードを使用した。うん、物陰に何か見える。ノートの切れ端を入手しました。せっかくなんでさっきから集めてる書類とかを見ていきたいと思います。1つ目、家族写真。マサヤ、ユミ、ダイスケ、マナとハナ、1997年6月3日撮影と書かれている。写真に血がついてる。多分このワンちゃんがハナなのかな。重要事項説明書を読んでいきます。家屋に関する書類、昭和22年7月に新築、森マサヤ様が購入されました。はい、川の手帳。最近ユミの様子がおかしい。近頃か仕事が忙しくて帰るのが遅くなることが多くなり、家庭のことを全てユミに任せているせいだろうか。今日はもう遅いので後日話を聞いてみた方が良さそう。続いてノートの切れ端読みます。ずっと一緒に暮らしてきたペットのハナがママにたくさん殴られた。マジか。そのうちハナが動かなくなった。僕の優しいママはどこに行ったのです。やだよ。いいよ、いい感じに進んでるよ。帰れるよ。やっぱでもドアは開かないね。うわあ、びっくりした。誰だよ誰だよ誰だよ。怖えよ。もう帰ろう。ドア、目覚ましを触りたいと思います。これは一応家族は4人でペットが1匹いたね。母親のユミがペットの花を殺害した。これはもう3つ目ですね。はい、これ決定。なに怖い。え、嘘でしょ。人形は一夜にして見た目が一変していた。私は人形を捨てるか迷ったが、捨てると何かたたりがあるかもしれないという恐怖と、昨日見た夢はあれっきりだけかもしれないという楽観的な思考が捨てるという選択肢を消し去った。そう、あの夢はきっと偶然見たものなのだと。あ、もう2日目来ちゃったよ。寝てます。また同じ夢、同じ場所、でも昨日と何かが違う気がする。物の位置や置いてるものが違う。日付によって調べる箇所が違うことがありますので、一度調べた箇所でも再度調べておくと良いでしょう。あ、ラジオが光ってる。カセットタイプのプレイヤーだ。まだ使えるみたい。ということで、狐行くよ。もうここは何この絵。あ、ユミさんだ。入れそう。入っていこう。はい、ということで、ね、お、引き出し開きました。机のね、やっぱ昨日開いてたキャビネットも、あ、なんか新しい暗号来ましたね。バツ、三角、五角形と星型。日記見ていきましょうか。私は命を奪ってしまった。気づけば手には電気コードを持っていて、それを首に巻きつけ締め付けて殺してしまった。どうかしている。ああ、ごめんなさい。ここになんかヒントっぽいのはなさそうですね。一回玄関に戻ろうか。玄関、あ、なんかあるよ。光ってますね。出た。あ、手が今
出てたけど。何これ、星に血が2つついてて、この五角形のやつに 1,2,3,4,4 つついてて、三角のやつには1つ血がついてて、順番で押していくんだったら多分三角星プラスバツマーク五角形のやつか。赤ちゃんの声すごいするよ。骨董品も並んでる。6月なんか置いてますよ。あ、ポータブルカセットプレイヤーだ。壊れているのか開かないわね。ちょっとこれでも一回ゲットした方がいいんじゃない。持ってけない？持ってきたいよね。絶対答えだよ。この積み木みたいですね。やっぱバツだ。三角星のバツマークのやつ、五角形のやつ。箱が開きました。開きましょう。バールです。まさかだってこのさ、あ、バール使って蓋こじ開けた。もう大きさ違くない？これはカセットテープでどこかで再生できないかしら。カセットテープを入手しました。お、目覚ましし鳴ってます。もうこれで多分帰れるんだけど、せっかくなのでカセットテープを入れるかな。お、デッキに入れました。じゃあ、あの子を、この手でリミーの声が聞こえる。母親のね、録音データがね、残ってます。私が、あの子を、自分の娘を、マナをこの手で戻ります。夢から脱出します。よろしいですか。よろしいです。母親のユミが長女のマナを殺害した。これはもう書いてありましたね。天気コーダでルナ・イ・カナ・ナイ。何今の声。私は驚きながら体を起こした。もしかして人形が私に喋っ…人形が喋ってる。私は恐る恐る人形の方を見た。何もかもが恐ろしくなってきた。もうあんな夢を見るのも、この人形を部屋に置いていくのも。しかし膨り上がった恐怖が捨てた時の何か起こるかわからない不安をより大きくさせた。人形捨てられなかったようですね。ね、あ、もうすぐチカチカする。これ絶対来るよ。で、このランドセルタッチできそうなので見ていこう。ランドセルを入手した。見た、こうやってなった。怖っ。錠前を外してね、ランドセルの中見たら肩が入ってましたね。繰り出すよ。絶対大好き。引っ張られてたよ。ここね。あー、いてるよ。ここね、新しいとこだね。あ、段ボールがまとまっています。何か縛られた新聞紙の束がの間に何か挟まってる。なんとかして切れないか。カッター持ってるからちょっとこれで開けてみますか。来ました。お、2ですね。一回ちょっと日記見ておきましょう。マナはどこへ行ったのかと大輔にしつこく聞かれた。私あまりにもうるさくてカッとなってしまい、私は思いっきり殴った。殴った傷跡から流れた血がお湯に滲んでく光景が脳裏に焼き付いている。私はまた殺した。もう訳が分からなくて、おかしくなりそうだ。おかしくなってますね、お母さんね。はい。ん？なんか入ってるのかな？あ、ライター！ライター入手しました。そう、一回この夢にから覚めちゃうと、もう見ることができないんだって、夢。アーカイブ。落書き帳を入手した。うん？グラスが割れた。突然どうして？なんで？あ、炊飯器。炊飯器行きたい。ダメです、触れないですね。グラスを触ることもできないし、なんかここおかしいよね。なんか扉がなかったのかな。はい、一応ねそんな感じなんだけど、あ、もうなんか血がさドアの下から出てきてますけど、一応見とこう。あー、誰だよ。絶対大好きだ。だーだって。昨日学校から帰ってきた。マナちゃんを見てない。パパは出張中で帰ってこないし、ママは知らないしか言わない。でも多分ママがきっと花の時みたいに何かやったんだ。夢から覚めたいと思います。もうこれは3ですね。夢がないね、1つ目ですね。
今日は変な声が聞こえなかったみたいだ。しかし相変わらず夢だけはどうしても毎日見てしまう。何か解決する方法は存在しないのだろうか。そもそもね、ユミさんがなんでこんなにおかしくなったんだ。日本人形の方を見るとまた大きく変化していた。目や口からは血のようなものが流れ、顔は不気味な微笑みを浮かべており、私は全身鳥肌が立った。途端に体調が優れなくなってきた気がした。仕方なく会社を休むことにした。人形がおかしいもんね。目がもうめっちゃ開いてるし、血出ちゃってるしね。いつも通り、もういつも通りになっちゃってるからね。はい、なんか落ちてます。妻への手紙を入手した。ちょっとこれはね、玄関を調べ終わったら読みましょう。相変わらずスリッパとかタンクとかあって、外にやっぱ出ることはできないですね。大好きだってる。大好きだってるよ。おいてか妻への手紙読みましょう。ユミへ。この頃帰りが遅くなったり出張が続いてしまい、なかなか話す時間ができなくてすまない。ところで一つ気になっていたのだが、今日出張から帰ってくると子供の姿が見当たらない。こんなこと聞くのはあれなんだが、まさかお前が何かやったんじゃないだろうな。帰ってきてからじっくり話を聞かせてくれ、マサヤ。ダメだ。あ、開いた。なんだよ、開いた。一応ちょっと先にね、何を持ってるかで、ね、カッターとバールを持ってるということでね。だからリビングみたいな感じですかね。はい。お、金庫がありますね。ダイヤル式の錆びれた金庫。これ、あ、光ってるとこあります。あ、こけしだ。壺置いてある。ちょっともう一回で早く調べてね、この部屋を出たいです、私は。あー、チカチカチカ来るよ、来るよ、絶対なんか来るよ。うん、開かないです、ここの扉は。あー、もう怖い。あー、もう怖い。このドアは、ここは開かない。 OK で、ここの鍵がついてるね、引き出し開けたいけどね。昨日来てたキッチンですね。ライターどっかで使ったのかな。ダイヤルだ。回せるみたいですね。これもまたどっかにヒントがあるのかな。ちょっとそれも探していきましょう。はい、じゃあ目の前のこの大きいトイレです。うわ、もうトイレです。やだ、本当に怖い。頭が頭、わら人形ゲットしました。戻る。あ、他は開かないのかな。流せない。あ、錆びてる。いやー、この人形じゃん。大鳥屋だ、大鳥屋だ。お、釘が抜けました。五寸釘を入手しました。ちょっとこれ回復できるみたいだから、ちょっと回復してきましょうか。まがたま所持してますので一応ね。はい、バッチリ。あ、しおりだ。日記としおり。この人形って多分ゆいちゃんが最初に骨董品屋さんで買ったやつですね。あとはやだ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 、絶対あれお母さんだ。やだやだやだ、どこ行こう。でも行きたいとこ全部行ったしな。あ、この子供部屋入ってないですね。一応見れるところないか。ないね。あ、もうすごい荒れてる。やだ、もうだって絶対来るもん。どうしたらいいんだろう。